マンゴネルとは、城壁に投射物を投げ放つためのカタパルト、工場兵器の一種。古代のカタパルトの略図中世に使用された。名称はギリシア語、ラテン語の漫画論に由来し、戦争用の装置を意味する。この言葉の正確な語義には議論の余地があり、幾種かの仮説が示されてきた。これは、平行重りと石器の名称である場合があり。 また作動に再始人力で補助された固定式、カウンターウェイト型の透析機もそう呼ぶことが可能だった。またフレームを用いる特定の形式のものもこう呼ばれた。万者に行くは同じ語に由来し様々な種類の透析機に当てはまる。これは異なる時代、または場所で複数の種類の装置に言及していたか一般用語であったことがあり得る。 現代の用語では、しばしばカタパルトは、オナガーの中世の形態の名称として用いられるが、歴史的には、少数の証拠しか存在しない。マンゴネルは、後に導入されたトレビューシェットよりも低い投敵精度を有した。トレビューシェットは、火薬の発見と、広範な使用により、短い運用に終わった。マンゴネルは、トレビューシェットと比較し、 投射体を低機動滑行所速で投敵した。また防壁を越えて打ち込むよりもむしろ防壁を破壊することを目的とした。これはより野戦に適していた。マンゴネルの砲弾。1224年イングランドのベッドフォード上方位で使用された。マンゴネルは重量のある投射体を四示腕集団の腕上に成形されたバケットから放った。 このバケットはスリングに比べて多量の岩を放つことができた。これはオーナガートの相違点である。スリングは射撃に用いる力が強化されるとバケットに交換された。戦闘においてマンゴネルは岩や燃焼物を打ち出した。ファイヤーポッドは衝撃で炎上する可燃物を充填した容器だった。また他には攻撃や防御にあたる部隊が 即座に利用できたものを投げつけた。風変わりな投射物としては、腐敗した動物や人間の死体、特に頭部など、脅迫や色彩室、または防御側に薬病を蔓延させるために用いられた。この戦術は効果があった。不十分な食料の補給、これはしばしば品質低下や腐敗を招き、防御側の強硬な居住空間や劣悪な衛星と組み合わさった。 これらと、有害な小動物の来襲は、薬病の蔓延について、理想的な筋書きを提供した。しかし注意すべきことに、マンゴネルが果たす主要な任務とは、ことに、中世の戦闘においては、城壁や都市の防壁、インフラを打ち崩すことであり、兵員の殺傷ではなかった。予測不能で強力な打撃は、 建造物や防壁など面積が大きい固定目標の攻撃に最適だった。中世のマンゴネル・マンゴネルの側面図中世のマンゴネルはローマ時代のオナガーと異なる意を持ち、これは固定式のカウンターウェイトを持つ工場兵器にもっと似ており、トレビューシェットに類似していた。トレビューシェットとの唯一の相違点は固定式のカウンターウェイトを持ち、これを人力で引き下ろすことであった。 この方法では熟練した兵員が従事し、この装置の兵長はマンゴネルに用いる力の強さを調節することが可能だった。マンゴネルは終端にフックのついたロープによって引められ、装填状態にされるが、このフックはまた別の、牽引装置につなげられたロープと結合した。牽引装置としては滑車を複合した装置、ギアを複合した装置、 または動物を用いた牽引システムがあった。メインロッドはこのロープを引いて引き込められる。ひとたびロッドが引き込められると、作業に従事する者たちには、当社体が置かれるスリングの取り付け部に注意する責任が生まれた。マンゴネルが装填されると、兵長はメインロッドを解放する指示を与え、また同時に、兵員たちはカウンターウェイトへ接続するロープを引いた。 マンゴネルの兵員には通常20名程度を要した。もし兵員がよく訓練されていれば、この装置は当射体の発射軌道の工程をコントロールすることも可能だった。しかし、もし兵員の熟練が非常に欠けていた場合、この当射体は遊軍不評や兵員自らを殺傷する危険性さえあった。ありがとうございます。